1万2000万、まあ1勝1敗、これはもう阪神にとってはもう最高の形になったと思います。両先発ですけど、まあ大竹は体調不良で休んでて中20日くらいなんですけど、まあそんなにも悪くなく、良くもなく、ボールは高かったけども、まあチェンジアップが抜けきらなかったっていうのが結構今日のヒットを打たれてるところになるのかなという。その辺、まあ左バッターに相性、っていうかね、今日テレビでも言ってたけど、打たれてるっていうのは、やっぱり右バッターに投げる抜けボール、チェンジアップが、やっぱり左には投げてるんだけども、コースに行かないっていうのが、まあ、引っ掛けたりしているケースが結構見えた。そういう中で、まあ、5回まで頑張って投げたっていうのは、久しぶりにしたら、まあまあ、3点でいいかなという感じもしないでもないです。そういう中で、昨日も言った栗なんですけども、栗も結果的に、まあ、阪神のオーダーの名前に負けてるような気がする。やっぱり足の速いランナーに、広島のバッター、ピッチャーは近本とかに簡単にフォアボール出してしまう。やっぱりそれが一番負けるパターンになる。なんていうの？出しちゃいけないバッター、近本、中野、この辺にやっぱりこう、フォアボールを出してる時点でもう勝てない要素が出てくるのよね。ランナーも気にしないといけない。そういう中で投げないといけなくなる。それを簡単にもう、島内なんかでも近本にフォアボール出してるし、そういう中で野球やると、なかなかこう、ゼロには抑えたけども、うまくいかない。近本なんか、まあ、バッティングヒットはすごい出るんだけども、ヒットで出るのと、フォアボールで出すのと、全然こう、中身が違うね。まあ、ピッチャーの立場から言わすと、その辺がこう、この2戦も出てるかなって、やっぱり昨日のピッチャーも今日も、近本なんかにもフォアボール出してしまってるっていうのがやっぱり勝てない。広島だけじゃなくて結構よそもそういう形が多いのがこう目につく。その辺が今の阪神の強さであり、まあフォアボール出なかったヒットも出てる。そういう中でまあ今10連勝終わって1敗して連敗しないで今日も勝てたっていうのはすごく内容的には今日はまあ2回に4点取った中で、その後はやっぱり広島のピッチャーがクリーンも頑張って0点を抑えてたんで、まああんまり内容的にはないんですけど、まあこう競った試合の中でちょっと緊張したゲームであったかな。その中でやっぱり広島が4対1で3点あるために、まあ、琴ノ若も3番だからバントはしないんだけど、結果的にノーアウトで出たランナーをダブルプレーでやっぱりチャンス、まあ、1点は取ってるんだけども、点1点ってツーアウトから取ってるんだけども、やっぱりこう大量点にならなかったのが、広島の一つの敗因である。今日はあそこの、まあ、西川の、ね、ファーストライナーのダブルプレーもそうだし、あそこはまあ飛び出しちゃいけないけど、まあ、あそこはちょっとしたリードの中で、いい当たりで小園が戻れなかったんだけども、そういうチャンスをこうノーアウトで潰してるんで、その後上本が、ね、ヒット打って、まあ消えたかのように見えたかでも1点しか取れなかったっていうのが、追いつけなかった一つの原因かな。まあ阪神の方も満塁もあったんだけども、まあ広島の方がそういうノーアウト1、2塁とかのチャンスが結構あったにもかかわらず、ダブルプレー2つで、やっぱりチャンスを潰して今日は負けに。つながったような気がする。で、まあ、最後に原口が代打でね、5点目取れたのもでかかったし、圧巻なのはやっぱり岩崎のこの最近の調子の良さが目立ったピッチング。今日は岩貞も良かったし、今日はフォアボール出すようなイメージもない。あのスライダーがストライク初球に入ると岩貞は安心かなっていう。今日はもう岩崎に関して言うと本当に完璧に近いくらいの気持ちが入ってて、もう本当に今は自信持って投げてるのはもうことごとくまあ感じるようなピッチングしてると思う。去年の悪いあの時の不安の要素はまあまるっきり見えない。今はもう本当に柔軟性ゼロで抑えてるようなピッチングとボールの勢いが出てるかなという感じ。あとやっぱり今日の一番は僕の中でなんで森下を5番にしたのかなっていうのはちょっと疑問である。こんだけ1、2番が調子がいいのに、なんで森下を5番にしたのが、今日のゲームの中での一番の疑問のところです。まあ、ノイジー休まず佐藤やる。これはもう全然問題ない。森下をこんだけ勝ってきたのを3番を変えないって言ったのに、小野寺を使うためになんで森下を5番にしたのか、ちょっとここだけが今日の中での一番の疑問点です。こんだけ1、2番が調子良くて、森下がこんだけ3を、バリー上打ってるバッターをなんで外して小野寺を3番に入れたらが、まあ結果出なかった。そのまま、まあヒット打ってるけどね、5番とかで。でも内容的に森下と全然違うんで、
まあ、オーダー見た時に、えっと思ったとこです。そんな感じの今日の2戦目でした。考えられない、俺は。言っちゃ悪いけど考えられない。まあ、昨日たまたま打ったけど、からかなってしか考えられない。もう3番をね、こんだけ勝ってきて練習して、10練習してきた3番をなんで変えるかって意味が分かんない、これだけは。小野寺がどうのこうのじゃなくてね、今日のオーダー見て、これはもう全然考えられない組み合わせ。今日の疑問はそこだけ。あれだったらもっと点数入ってるかもしれない。1、2番がこんだけ絶好調で塁に出るのに、なんで打ってた3番を5番にしてるか意味が分かんない。いや、2回のとこも4点じゃなくてもっと入ってるかもしれないってなってしまうわな。もう1人だけ5打数0安打だから、3番で。こんだけ1、2番が塁に出て、ヒット3本ずつ打ってて、もっと楽勝に勝てたんじゃないかなと思うけど、そこでちょっとヒットが途切れてしまった。まあ、小山も打ってないし。だったら、やっぱり森下を3にいて、やっぱり今、調子のいい1、2、3で返せたら、もっと点数入ってるかなと思ったんだけど、まあ、オーダー見たときに、ええと思った。今日はそこだけ何回も言うけど、俺の中の A です。勝ったからいいけど、これ負けてたら、やっぱり何やってんのってオーダーだよな。連勝の立役者やんか。それをなんで小野寺使うからって、そこを入れ替えてるかっていうの意味がわかんない。案の定4タコだろ。5タコか。昨日はね、2本くらい打ったけど、打ったってもうね、ちょっと遅れて、ちょうどライト前にね、出ただけで、森下の場合はレフトにも打つ、ライトにも打つ。まあ、そういう中でこう3番張ってきたわけだから、せっかくね3番らしくなってきて、がっかりするわな、選手も。そういうとこだよな。チャンスで強いバッターだよ。やっぱり3番が塁に出る率がいい。4番はホームランを期待して4番で、それを返すのが5番っていう、まあ、おさらいみたいなね。ランナーのおさらいみたいな。だから、チャンスに強いバッターが、まあ、5番っていう。まあ、昔からそんな感じだ。だから、昔からもう3、4、5はほとんどこう、まあ、変わることは、まあ、王さん、長嶋さんと3、4はあったけど、まあ、そこに、まあ、昔だったら巨人の強い頃だったら柳田さんとかね、最強の5番とか言われた。そういう人が5番でおさらいのバッティングできるみたいな。言葉で言うと、3番はチャンスに強いバッター。で、4番はしっかり長距離打てるバッター。で、5番はその1、2番とかのランナー出てるのを返せるバッターみたいな感じだな。まあ、入った時は、福本さん、大隈さん、加藤秀治、長池。これがまあ入った、長池さんとかもう詐欺見えてた頃だけども、で、丸川の5番。で、まあまあ強くなって、で、ブーマンが来たり。まあ、半期はその頃強かったから、丸川は率的には2割8分くらいで、加藤秀さんとかはまあ、毎年3割打ってるバッターだから、福本さんもね、もう3番、4番、で、丸川がまあ2割8分を、まあ、安定して打てる。まあ、ホームランも20本近く打ってるっていう。まあ、でも大体3、4、5は抜けない。変わらない。監督によってみんなコロコロオーダー変えてるけど、そんだけ選手のあれがもう固定してないってことだよな、力が。そんだけ変えられるってことは。今日なんかオリックスチラッと見たら杉本一番だよ。それ意味わかんないですよ、それも。走りもせんのランナーがさ、なんで一番杉本なのって。塁に出たってお前何にもできないランナーがなんで一番を出してんのかな。もう負け出してきたら何すっかわかんないな、あれも。これをね、後半でタイトルとかかかっててね、打席をいっぱい立たせないといけないとかだったらわかるけど、なんです今、たまたまピロッとかけたんや、チャンネルね、終わったから。だから杉本一番だ。ゴータグくらいだよ。最後も空振り三振だよ。もう杉本の一番なんか意味わかんない。10番くらい打たしとけって。今日の中ではみんな2回はみんなこのコンスタントにヒット打ったんで、先制タイムリーとかいっぱいあるけども、地味に言うと、まあ今日の逆転されなかったのは大山の2つのファインプレーなんだよな。一塁線の西川のライナー取った、小野とダブルプレー。で、最後の坂倉が打ったファースト、まあトップバッターの
ファーストゴロ。こういうところが目に見えないピッチャーを助けたってとこが、俺の中では、まあ打つのはみんなそれなりに十何本打ってるから、本当はまあ、原口の代打5点目も、まあやってやりたいけども、やっぱり守りの中で勝ったっていうと、大山の守備がすごい目立ったかな、目立ったかとか地味でよかったかな、まあ、俺の中ではね。まあ打つのはもうみんなコンスタントに打ってるから、先制タイムとかいっぱいあるけど、あげるんであれば、キリシキの2イニング、途中からの2イニング。で、原口の代打タイムリーと、大山のダブルプレー。この3人なんだよな、俺の中では。やっぱピッチャーを助けたってことでは、やっぱそのダブルプレーと、最後のあれでも、あそこ抜けてたら、まあ、岩崎がツーベースになって、まあ、9回ピンチっていうところを、まあ、逆シングルでナイスプレーで、まあ、大山もともとうまいけども、そういうのが目立たないでも、ファインプレーしてるっていうのが。ピッチャーを助けたってことでね。